ピンポン。ポイポイ。ポイポイ。チャンネル登録してね。こんにちは、ベイビーシャーク。やあ、みんな。今日はどんな楽しいことをしようかな。わあ、見て、宝箱があるよ。中に何が入っているかな。開けてみよう。わあ、たくさんのカラフルな卵。この卵たちは誰の卵かな。まずはこの卵を見てみよう。うわあ、まるで恐竜の卵のようだね。鶏のような黄色い冠がある恐竜だとすると、そっか、カリミムスだね。うわあ、本当に早いね。カリミムス、トゥルルルル、カリミムス、トゥルルルル、カリミムス、トゥルルルル、カリミムス。わあ、カリミムスシャークが1位になったよ。きっとそうだと思ったよ。おめでとう、カリミムスシャーク。きっと全部恐竜の卵だね。次はどの卵を見ようかな。うわあ、3つの強くて鋭い角があるよ。みんな、この恐竜が何かわかるかな。その通り、それは力強いトリケラトプスだよ。トリケラトプス、トゥルルルル、トリケラトプス、トゥルルルル、トリケラトプス、トゥルルルル、トリケラトプス。トリケラトプスになってから、ベイビーシャークは草しか食べていないよ。草食恐竜だからね。おいしい？次はどの恐竜に変身しようかな。どの恐竜が太くて硬い頭蓋骨を持っているかな。その通り、頭突きをするパキケファロサウルスだよ。パキケファロ、トゥルルルルサウルス、トゥルルルル、パキケファロ、トゥルルルルサウルス。頭蓋骨本当に硬いね。すごい。最後の恐竜の卵になったね。恐ろしい恐竜じゃないといいけどね。怖いよ。ガオーガオー、それは恐竜のティラノだよ。みんな逃げて。ティラノ、トゥルルルル、ティラノ、トゥルルルル、ティラノ、トゥルルルル、ティラノ。ティラノシャークが魚を追いかけているよ。ガリミムス、トゥルルルル、トリケラトプス、トゥルルルル、パキケファロ、トゥルルルル、ティラノ。ベイビーシャーク、恐竜に変身するのはどうだった？楽しかった？次回はもっと楽しいものに変身しようね。さようなら。からピンキッズで検索してね。